どうも、プテラタカハシです。今日も人狼ジャッジメントやっていきましょう。早速、何の役職が来るのか。今回はカミラでん、あ、占い師か。はい、今回は占い師です。で、この村はノーある人狼と蘇る人狼をね、入ってる村ですね。で、僕が部屋主なんですけれど、これはね、あ、初日ランダム城ね。はい。マリアンヌ城ね。で、この村って、蘇る人狼が占いに出て、初日蘇る活動をして、最高、新占い師バランス釣りして、で、PP っていう、強人込みの PP っていうのが、一応できる。んですけど、あ、PP っていうか、まあ、RPP なんだけど、まあ、RPP、初日村釣りしたら黒はだいぶいいんだけど、占いに狼が出れたらね。うん、まあそれを見越してのベグとかもあり得る。とりあえず僕はまあ新占い師なんで頑張りましょうか。この村は、280で結果よって使用するのが強いですね。狼と狂人は必ず探り合うだろうから。280だりー。カミングアウト。ゲイル出てきたね。いや、このゲイルは狼で出てきてるのか狂人で出てきてるのかわかんない。カミングアウト。カミングアウト。あ、ゲイルはスラか。ゲイルスラか。とりあえず霊能かな。カミングアウト。ミカ、オッケー。うん、ゲイルが割と早めに出てきたから、占い狼狙いかと思ったけど、違うかもね。安定の配置で安心するわ。今日はグレー釣りかね。うん、ソフィアの城はどこ？フランクか。オッケー。ソフィアは強化。ノーム。狼か分からんけど。狼なら蘇るだろうね。マリアンヌは絶対白なんでね。レノちゃん、ミカちゃん、ムラスラーは釣っておきたい派なのですが、ミーはグレー、ミカ、ゲイルはグレーですよ。ちなみにスラ、ちなみにゲイル全然釣って OK。本物誰？うん、本物の占い師だね。あんな。あんな伸びない位置だね。ここも十分釣り位置だから。うん。カリードは回避したいね。そこはゲイルに同意。
フレディタン、私全然目立たないからオカマパワー全開。フレディいらないか、ちょっと次。初心者だから釣るのはこう飲まない。あんなね。アンナに隠れてバニラもログペライけど、延長希望、延長希望、ペラペラだけど。バニラはどこ釣りたい？市民、アンナ市民しようか。人なくしたら市民が負けるよ草。あーやりづらいな。アンナゲイル、つか全回避ならアンナ市民アピは全回避、全回避、全回避ってか、カレード回避だけど。アンナは残しておいても SG になるだけだし全然釣っていいと思うけどな。整理だ、整理での釣り、狩りじゃないわけだし。最高の城だけど、そこについてはどういいかな。1分前。うん、あんなタン釣りか。よし、いいと思う。回避ないでしょ、さっき市民って言ってた。確かにフレディは占い師ではあるけども。30秒前、あるかもしれないでしょ。カミラあんの？あんの？あんの？ないだろ。10秒前、アンナだよ。アンナ行くわよ。さあ10秒前、ソフィアに投票か。あんな釣りね。フレディ色見えないな、確かに。うん、フレディよりバニラとかの方がいい。ログいかつ。30秒前、ここで噛まれるのがソフィアとかだったらだるいんだけど。マリマとか白か、マジか。10秒前、うん、あ、フランク、今日はどうなるんだろう。フランク神なんだね。おはよう、おはよう。
マリアンヌ隠しろ。占い理由は、昨日バニラあんなに隠れてめちゃんこ薄かったと思ってる。白だったけどな。個人的には自分視点フレディ・ギールなんだけど、一個言いたいのが、昨日のソフィアの投票前、ソフィアはノーアルが占い出て、役なしから蘇る発動して発動する可能性あるってさ、そんで今日はフランク、初日ソフィア、白のフランクが噛まれて、ことからソフィア兼ソフィアノーアル、フランク蘇るもみたい。ミカ読んでね。うん。バニラ、ゲイル。ソフィアは今日、ソフィアが今日占い決め打ち提案してきたら、ソフィア狼かなりあると思う。延長希望。うん。延長希望。延長希望。PP できるよ。強靭込みの RPP ができるでしょ。アンナ今日の可能性あるよ。あるよ。だから最悪の想定で言ってる。今日占い決め打ち、占い決め打ちでソフィア残されるぐらいなら、ソフィア視点狼があるフレディ・ゲイルから言ってほしいけど、違う。私は今日はゲイルかバニラあたり行きたい。バニラは絶対飲めない。
神らし点、私狼になっちゃうから。よみがえる使ってなかったら自分視点フレディ・ゲール・カミラ、あ、じゃあソフィア、1分前。バニラは絶対舐めない。ここでバニラ押しは30秒前。カミラ新切りでしょ。カミングアウト。フレディ・カリュード。10秒前。回避。黒アルト。回避して枝豆。ゲールバニラに出てるし、これゲール無駄なの。10秒前。もうラナーとかフレディしかないけど。あ、シンカリだ。シンカリってことはソフィア・ローだ。フランク蘇ってくんじゃねえ、これ。30秒前。あ、まあ深海で落ちてフレディ今日もあんのか。アンナ、ゲイル。10秒前。フランク、フレディ、カミ。ソフィア・ローで終わりか。おはよう。フレディ・スローでソフィア・クロ。うん、カミラ・シロ。ソフィア視点、ソフィア視点、バリナ黒。バニラはどっちが進化分かったね。ソフィアは占ってない。フレディ占いはソフィアとフレディの二択だったからどっちでもよかった。バニラで終わらなきゃ私釣ればよき。正直負け筋としては マリアンヌの狂人のみ。マリアンヌ村なら私バニラから釣り飲める。
だが冷静に考えてここまで占い噛まれてないいない状況で占い狼占い狼は三ヶ視点見えるでしょ。ソフィアは占い噛まれてないのに私にしろ打ったのは厳しいよ。私教授なら約8時遅れても出るわ。一番ないのはカミラ釣りね。私視点マリアンヌ狂人以外での負け筋がない。だから延長希望延長希望。ミカが今日迷うのはバニラソフィアで、私はソフィア行ってほしい。うん。ゲールとソフィアラインありまくりじゃね？てか昨日の段階でゲールがバニラ推しってのも見てほしい。ゲールは私の城バニラを推してた。ソフィアは昨日ソフィア今 LINE ってとぼけてたのにそこ指摘したら LINE 切りって言うんか。マリアンヌに決めてもらえば。ソフィアそれ意味わからん。マリアンヌが狂人ならバニラ釣り言うんだからバニラ釣りってマリアンヌが言ってきたら1分前マリアンヌは絶対に狂人。マリアンヌどっちも釣り飲めるならソフィアから言って。マリア今日カメラ目線わからなくね。え、わかるよ。負け筋がマリアンヌ今日のみ。10秒前勝ちだね。ごめん。ありがとう。ソフィアで勝ち。よし、10秒前。どっち入れたんだろう、マリアンヌ。マリアンヌ狂人ないのかな。オッケー。
まあ勝ちなんだけど、これ内訳わかんないな。いや、よかったよかった。どういう味方なんだ、わからん。どこが強靭？ありがとうございました、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 ありがとうございました。フランク強靭か。でもすごいね、ゲイルがしょっぱな占いで出て、でスラでまた人狼が出る。すごいなこれ。どういう打ち合わせしてた。ちょっと待って、よろしくざます、よろ、占い出ていい、せっかくだから能力使っていこうかしらね。もちろんハートで、ゲイルがで、ゲイルが占い出たのか、笑った。ゲイルの空は作戦なかった。確かに、赤ちゃん見てきたけど。面白い。はい、じゃあ今回はね、これで終わりたいと思います。面白かったですね、なかなか。はい、ありがとうございました。 GG。 最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしていってください。ではまた。